まだいける。あ、なんか割れた。ちょっと。はい、どうもラメディです。今回ですね、鬼畜ステージドッキリができないということで、まあ少し残念なんですけれども、ストーリーモードをクリアして思ったのは、周りのこのガチ勢の方々とかってこうストーリーモードまだやってなかったりだとか、それこそスピリットってそんなに集めてなかったりだとかっていうのが結構ね、ツイッターとか見てて見受けられたかなっていう風に思うんですよね。まだスピリットゲットしてないんだったら、スピリットドッキリができるなと思って仕掛けていきたいなと思います。レベルマックスにしたスピリットをですね、ご用意しておきましたので、ラメリーが勝てそうもない相手にまさか勝っちゃうというね、動画を撮っていきたいと思います。ラメリーです。コラボしていただける方がね、いらっしゃるということで、どうぞ。どうも、マリアナ海溝からこんにちは、エクラゲと言います。お呼ばれしました、よろしくお願いします。わー、ありがとうございます。本作ってステージ作りないっすよね。ないんですよ。まあ、じゃあもう本当に今日はね、ラメリーさんボッコボコにしてね、皆さんにこのスルクのね、強さの真髄見せていきたいと思ってますよ。じゃあまだ気づいてないぞ。これが地獄の始まりだということに、よろしくお願いします。さあ、お願いします。本作結構ギグクルルって強いって噂ありますね。なんか、いや、強いらしい。投げからの埋めたりとからしいですよ。はい、確かに強そうですね。やっぱり、やっぱ強キャラちゃんと選ば、ちゃんと選ば、ちゃんと選ぶ。わたる。おら、おいおい、なんか、ちょっと待って、これ負けるわけにいかない。おいおいおい、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと。ラメリさん、これ一体なん、ガチバトルって聞いたんですけど、これはガチバトルですね。僕銀色のクルールを手に入れまして。なるほどね、銀色ってあります。確かに、なるほどね。ちょっと待って、飛びすぎ。じゃあ144で、帰れ帰れ。 OK が、まだまだ終わってない。まあね、まだいける。ちょっと待って、ああ、飛ばしい。ラメリーさん、これは一体どういうことなんでしょうか。対戦でした。僕ちょっとまだキングクルール出してないんですけど、キャラとして。もしかして今作のキングクルールってこういうキャラでしたっけ。こういうキャラなんですよね。はあ、なるほどな。ちょっと勉強になりましたね。ちょっとさっきまでの生きったら自分が恥ずかしかったです。あれこのゲームってこんなゲームだっけ。そうですね、こんなゲームになっておりまして。ああ、でもまだ僕も確かにあんまやり込んでないかもしれないから。予想以上にですね、クラゲさんから何の質問も飛んでこないため、もう一回やりたいと思います。さすがに気づくでしょう。そうなんですよ、久しぶりですよ、ピチュー。はい、なんか流星のロックマン、なんかついてませんか。あれ、なんかこれは一体何ですか、どうしたんでしょうか。クラゲさん、いいですよ、全然来ていただいても。あ、じゃあ行きます。はい、まだいける。あ、なんか割れた。ちょっ、おや、これは頑張れ頑張れ。あ、マジで危ない危ない。あー、ちしょ、危ない。くそー、今ちょっとやっときゃよかった。もう本当に余裕見せてきました、ね。あ、ちょっと飛びすぎ。威力って、ピチューってこんなキャラでしたっけ。いや、やっぱ火力重視のキャラなんで、めちゃめちゃ強いですね。まあ、私ピチューリーチが短くて、火力が、ちょっと待って、火力 73? 73。ちょっと待って、これってどういうことでしょう。ちょっと待って、ほら、暗い、当たらない。ほら、こっから逆転する。電撃で20%。まだ吹き刺していける、まだいける、まだいける。やった、楽しい。まだいける、まだいける。まだまだこのゲームね、吹き刺して決めれば勝てますから。いや、すごいな、やっぱりピチューってやっぱこんな強いんだな。ピチューってすごい強いんですね。あー、どうしよう、上島消えたんです、シルク消えた。あれ、こういうゲームだっけ、スマブラって。いや、そうなんですよね、スマブラってこういうゲームに。あれ、なんかおかしくないですか。なんか僕は流星のロックマンが一瞬見えた気がしたんですけど。はい、実はですね、今回はスピリットドッキリっていう形で、はい、スピリット、まだスピリットゲットしてないですよね。そうです、僕ともしみの星まだやってない。なんか噂で、確か桜井さんが説明してましたよね。スピリットをこうつけると、はい、アイテムを持った状態で始められたり、それこそ巨大化、メタル化した状態で始められるんですよ。はいはい、なるほどね。スピリットにもレベルがあって、はいはい、スピリットをレベル上げると、はい、もうスピ
ピリットつけてない状態とつけてる状態じゃもう雲泥の差があるぐらい攻撃力とか防御力が全然違うんですよね。なるほど。はい。じゃあ今の試合全部スピリットってことですか？全部スピリットです。いや、あのキングクルールはあんなキャラじゃありません、はい、まあネタバラシを決めたところでですね、はい、普通の対戦をよろしくお願いします。お願いします。お願いします。うわ、スピリットついてない。畜生。うん、なるほどね。痛い。ほら、あ、ダメだ、ガードされる。はい、あ、痛い。あ、ダメだ、全然ガードされる。畜生。あ、くそ。あ、くそ。これいってるんすか。うわ、これ負けるわけにはいかない。やっぱり3連勝ぐらいしたい。くそ。あ、やばい。ダメージを受けずに勝っていきましょう。ほら、もうさすがダメージを受けない訓練を普段からされてる。よし、よしよし。ダメージを受けない訓練を普段からしてるから。うわー、決まる。はい、よし。解説途中に死にましたけども、はい。いやー、いい試合でしたね。はい、あのありがとうございました。くぞったれー。さあ、始まりました。正解はどれ。正解が一つ、爆弾ゲーム、イエーイ。さあ、お願いします。はい、ということでね、友達コレクションの、ステージに来ていただきました。このようにですね、はい、普段はこう外から見えないんですけど、ファイターがいると、ま、中が見えるというですね、仕様になっております。これを利用して、ま、僕がですね、左側に爆弾をこう仕掛けていきます。はい、クラゲさんが右側に爆弾を仕掛けていきます。あ、こっち側ですね。はい、はい、それをですね、2人同時に、ま、通路を決めて、はい、下、真ん中、上というふうにですね、口頭で、どこか選択していただき、端から端まで駆け抜けるというゲームをしていきます。はい、なるほど。正解が一つなんですよね。まあ、自分が仕掛けた、列は選ばないとは思うんですけども、ただ、ね、それ以外にもう一つ僕が仕掛けたところがあるわけですから。なるほど。はい、5機、5ストックですね、消費した方が負けという形になっております。と収録では言っておりますが、部屋に入った時点で爆弾の有無が分かってしまうため、どちらも右に仕掛けることになりました。 OK、ね、です。やりましょう。はい、じゃあ、僕から仕掛けていきたいと思います。はい、センター爆弾すぐ消えちゃうんでね、はい、スピード勝負でやっていきたいと思います。わかりました。はい、OK です。では、はい、じゃあ目閉じました。はい、はい、OK ですか。はい、OK です。はい、OK です。じゃあ僕も会います。はい、目つぶりました。はい、目つぶりました。はい、目つぶりました。はい、OK です。よし、じゃあ選んでいきましょう。行きましょう。じゃあ僕は、僕上で、じゃあ真ん中で。よし、行きます。せーの。はい、せーの。はい。なるほどね、そういうゲーム。いやー、一番下に仕掛けました、もしかして。はい、一番下でした、僕。いやー、これはラムリスさん、真ん中でした。僕真ん中に仕掛けました。くっそ。じゃあ目閉じてもらっていいですか。はい、はい、じゃあ僕は、じゃあここですね。 OK、 仕掛けました。 OK です。 OK です。はい、はい、仕掛けました。はい、じゃあクラゲさんですか。はい、選んでください。はい、じゃあ僕はどうしようかな。さっき空いてた一番上でいきます。はい、ここで。じゃあ僕真ん中でいきます。せーの。はい。これでもあれですね、2人が被ることもあるんだ。はい、正解一つなわけじゃないですね。そうですね、確かに被る場合もあるから、2人ともいける場合あるんですね。なるほど、なるほど。いや、これ面白いな。じゃあちょっと、はい、僕が先行でまた爆弾仕掛けていきますんで。わかりました、 OK です。はい、では、はい、よろしくお願いします。はい、はい、仕掛けました。はい、 OK です。じゃあ僕も仕掛けますね。はい、よし、じゃあね、じゃあこれ、いきましょう。よし、じゃあ選んでいきますか。クラゲさんからどうぞ。はい、じゃあ僕は一番下でいきます。はい、じゃあ僕一番上でいきます。いきます、せーの。はい。
あーやべやべ、かぶらないっすねこれ、かぶらないっすね、面白いな面白いなこれはい、僕全部ハズレ引いてるんですけど、マジか。いやでも俺の運の良さ半端なくないですか、すごい半端ないっすね。えーた、はい、ここです、 OK です、はい、じゃあ、はい、僕も仕掛けていきます、はいはい、仕掛けました、はい、じゃあクラゲさんから部屋選択どうぞ、よいしょ、じゃあ僕一番上でいきます、じゃあ一番下でいきます、いきます、よし、せーの、はい、せーの、はい、おお、二人とも行った二人とも行ったどっちも死んだけどもどっちも死んだけども、まあ、あのどっちもセーフだったんで、まあ、はい、OK です、どっちも真ん中行ったんすね今、はい、どっちも真ん中でした、怖すぎるこれちょっと、面白いな、うわ、いやこれ怖いな、あ、ちょっと見ててね目をつぶってください、はい、はい、はい、仕掛けました、はい、じゃあ目つぶります、はい、じゃあここで行きましょう、はい、OK です、クラゲさんからどうぞ、じゃあ僕は一番、上で、はい、じゃあ僕一番下でいきます、はい、OK です、いきます、せーの、はい、せーの、はい、あっくっそー2人ともハズレ引いたパターンっすね負けた、乾杯です、いやありがとうございます、ありがとうございました、いや面白かった、いやまたまた面白くね、はい、なっていくんじゃないかなと、このスパブラスペシャル、はい、はい、今後も楽しんでいきましょう、はい、楽しんでいきましょうコラボしていただきまして今回ありがとうございました、はい、本当にありがとうございました、本当に楽しかったです最後まで見てくれてありがとう、ただいま年末に撮る質問コーナーの質問を募集しております、いただいた面白い質問の中から対象を10名選びまして Amazon ギフトカードをプレゼントしてるから概要欄を見ていってね、じゃあまた次の動画で。